はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88ザナとやっていきたいと思いますよ。ここからの予定はとりあえず根絶やしですねとりあえず根絶やしっていう言い方なんですけど、であとそうですね、入っていこうと思います。実際にあれですね、あ、そうだ、ここいるんだとね。あー、よし、ちょっとね、もうやっつけれるものはやっつけていきましょう。これ逃げるようになってんの、あんだけ追っかけてくる仕様だったらね、レベル9はね。あ、もうこれ完全に攻撃的だね。ということは、はいと。ああ、もうエクスペリエンスが、もうほんとかなり差が出ちゃったね。でもこの分だったら経験値がかなり美味しいので、いけそうですね。取り出てこないね。まあ、とりあえず上行きましょう。あ、ここはダメなのか。ああ、あれは、あ、でね、これをね、こっち行って、ああ、なんだこの敵。おい相変わらずちょっと操作しにくいな。スピンドデビル、スピンドデビルね、ここかな。スピンドデビル、スピンドデビルは4匹、あ、必ず1回目出現数は3の1の9の3の6の5の7なので、1回目は必ず3匹ですね。生命力7万、あ、結構ばらつきありますね。1回目2回、2回目が49,900ってかなり低いです。あ、魔法を唱えてくるんだ。強い、1回目の魔法めちゃくちゃ強い。これちょっと今要注意だな。キーペンダント、レッドポーションペンダント、ああいいね。これは気をつけないと。これいきますよ、もういきなり上逃げますよ。これめちゃ強いみたいです、この魔法が。わあ、危ない。2万何本ありましたね、魔法攻撃力が。この1回目だけはベラボーに強いみたいです。でキーを手に入れました。でね、ここからね入っていけるんです、この中。ジャイアントファイヤー、大きな火。ジャイアントファイヤー、これね、1234、生命力に差が多少あります。4回目だけ差がありますね。あー、武器攻撃力すごい強い。これ食らいたくないけど。わー、全部1から3だわ、出現数はね。魔法は使いませんね。600ゴールド、800ゴールド、デーモンズリング、デーモンズリング、あ、デーモンズリング増えるね、これは。デーモンズリング使えよっていうことだね。ほい。と、39,250、やっぱり痛い。いったー。これ。魔法でいける？あ、いけたね、よかった。魔法でいかんとダメだね、これ。ただ次はもう、あ、次もゴールドか。あ、いやいやいや、わかんないわかんない、 やめとこう。いってわあ、レッドポーションくれないんだこの敵。これ大丈夫かな。いやいや、ちょっとこれ後にしよう。さあ、ここですね、セーブしましょう。さあさて、ランプ、イクイップアイテム C でランプで入りましょう。はい、ここね、どうですかと。これが多分ね、レベル8のね、これ2かな？あ、いや、これ1だね。これ1だね。1だね。1なので、どこ？ちょっとごめんなさいね、今これ調べてます。これね、1だ、まずね、なんだこれめっちゃ見にくいどこだろう。お、あ、ここか。で左側行くと、お、左、左上だね。
見ながら行きましょう。おお、なんだこれ。おお、おお、よくわ、なんか変だね、このページの構成がよくわかんない。ホームページの方ね、ホームページの方の構成がよくわかんないので、なかなかうまいこと見れません。毎度毎度思うんですけどね、地図見るたびに。はい、行きましょう。で上に上がると、上に上がると敵さんがいると。で駆逐隊だと、ちょっと待って、おお、効かないんだけど魔法がね、彼ら正面だったら食らわないのかこれ。あ、よかった、いけてるわ。あー、よかった、これ魔法効かないんだよね、彼らね、効かないでしょ。これ待ってりゃいいのか。で来るのを待って、正面だとシールドがあって食らわないから、あ、これは便利。ああ、なるほど。あ、正面だと食らわないからいいね、シールドのおかげでね。でもこうなったら来れない。行っちゃっていいのかい。こう言ってると私ね、やっちゃうんですよ。あ、でも待てばいいのかね。こうだね。さあ、はい、いらっしゃい。もうファイターの方がガンガンいってんね。はい、ペンダントデーモンズリングで、さあてと、でここからが、あー、扉なんだね。ここ、あ、待てよここ。あー、でもいいか、セーブしてるからまたはめられるような場所でもいいや。でここ入って行って、この上、あ、上か。あ、ほんでこれ左か。ここの敵ね、彼ばっかりですわ、敵がね。当たる、これいける。あ、いけてんだね。あれ何なんだろう。さあ取っときましょう。あー、これ楽だわ。まあシールドが、もちろんシールドがね、もうかなり経験値もレベルも高まってるということが前提ですけど。クリスタル、まあこの1個だけは目印で残しておきましょうか。はい、でちょっと待ってね、地図を、ずらしていかないと。あー、なるほどね、これワープス好きだな、ファルコムさん。本当に本当ワープが好きだね。あら、あ、で盾プラス3スモールシールド、スプリントメール、イクイップのウェア、スプリントメールね。あ、イクイップのアーマー、エッジスプリントメール、イクイップのシールドプラス3スモールシールド、これはちょっとはめてる経験値上げとかないとね。エッジ、あー、多分この辺だね、この辺と、うん、アーマーもこの辺だね。HH だったもんね、確かね。で、イクイップアーマーを、N。で、イクイップシールドをラージシールド。M、N、これ M なんだね。で、リングメールのラージシールドの、うん、これで問題ない。これ、はめたまま忘れちゃうとえらいことになっちゃうからね。さあ、ここも。あー、これは攻撃的じゃないね、非攻撃的だから。ただこれ突っ込むと怖いなーと。近寄ってくの待ちましょうか。待たない方がいいかな。よし、行っちゃおう。危な、これ逆に宝箱が自分の足かせになったりするね、今の詰まってしまうと。そうだね、なるべく宝箱は自分を間違えて袋小路に追い込んじゃうから可能性があるんでね、ちょっと怖いですね。さあ、出た。はい、VR バージョン。で、今私がこう言って、あー、で今
どっち行けばいいんだろう。ああ、いや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 。あと敵は2匹しか、あ、敵は2個、2部隊しかいません。2部隊しかいませんので、まず1つやっつけていきましょう。これですね。攻撃的でない。ないね。すごいよね。こっち。敵からの攻撃を受けないのいいんだけど、たまに見合うでしょ。見合うっていうことは、敵の方が素早いんだろうね。何回も攻撃してんだけど、シールドのおかげで当たんないと。あれ BR ポスト、うわ、これなんだろう、何の鎧だろうね。はい、クロス、クロス クロスって一番初めのやつじゃない？あ、 A クロスだね。もうはめる必要もないわ。で、こちらに入ると何があるんだろう。あ、ただこれまだ行かなくていいです。これと、あ、でも逆に言うと行ってもいいのか。いや、行かない方がいい。行っちゃダメだね。これは最後に行くべきだね。ちょっと待ってくださいね。ああ、でもこれ最後でも行けないのか。どうすんだ、これ。あ、めちゃくちゃめんどくさい。これね、これちなみにね、よいしょ。今ここにいるんです。あ、またアップしちゃった。ここにいるんです、今。もう塞がっちゃうので、一方通行で。で、ここで取っちゃうと、今度こうずっと行って赤いとこ。で、ここからまた這い上がっていかないといけないんです。あと残ってる敵はね、ここだけです。ここだけなので、今戻ってこう行って、こう行って、こう倒した後に、ここ行くとどこに行くのか分かんないんです、ここが。これがもしここだったら、むちゃくちゃ楽なんで。ね、これがあるところなんで、ここに来ると、これがここだったら、間違いなくこう行くべきですね。じゃあ、そうしましょう。うん。本当かな？はい、じゃあ戻って、こう行って、で、次また下行けるので、こうですね。で、一方通行。で、ここに敵がいる。これも焦らず。うん、こういう感じですね。で、また待つ。焦らず。もう正面から攻撃食らわないんでね。でも、ここまで来たら突っ込んでもいいのかもわからない。あ、でもこれ、これ非攻撃的、非攻撃型のような気がするね。このランスに満ちた動きが すごくこう、怖いっていうかね、間違えて隣に来たら殴られるからね。その時横向いてたらまた何万でダメージ食らうんで、もう40何万あった人は今27万ですからね。で、ここで倒しました。で、これの下がそうだとすると、上に行くと例のものがあるんです。ああ、正解だ。うん。で、帰りはもう一方通行しか行けないので、ああ、もうこのまま、あ、このままずっと下にどんつくまで、鍵があるまで下に行けばいいです。赤い点でワープが入るので、なんかほんとこれ、これね、コンピューターだからできる代物だ、技だね、これ、論理だから。物理でこんな無理だよ。どんだけ異次元のあれなんだってなっちゃうからね。あ、鍵を使うと心が痛い あ、でもいい加減ペンダント使ってもいいのかもわかんないね。でもなんかペンダントを塔の中で1個だけの扉でペンダント使うのってすんごいもったいない気するんだよね。せめて3つ。最低でも2つっていう感じだね。さあ、出てきました。ここの塔はこれ攻略 OK ですね。これで攻略 OK なので、さあ、じゃあ次ね。次は、ウィングブーツかな？ウィングドブーツかな？あれを使っていく。そうだね。次が、次がですね、次が、このまた上に行ってだから、ああ、これ結局やっぱり扉使わないといけないのか。あ、
大丈夫か、はしご登れるか。結局そうなんだね。あ、でもここせっかく来たんだから、アイテム屋さんちょっと見ていきましょうか。ウェポン、おお、これ強いからね。そうだ、この敵に削られたんだ、めちゃくちゃ。荒ぶってる荒ぶってる。いってー、9万、うわ15万くらったダメージ。あのスピードえげつないわ。ちょっと打っときましょう。セル、あ、いやいや、あ、セルオーバイでノットオンド、あ、ウェポン持ってないのか私。あ、でこんな感じですね。もう扉くんのバカらしいので、これほんま痛いわ。いやでも駆逐していきましょう。座標、遠くから座標合わせて突っ込んでいきましょう。近くでやったらダメだね。あー、行ったかった。これ次2回くらったら死ぬからね彼。おお、言ってると来た。どうする、よし、遠くから合わせていこう。おお、やっぱ3万、正面からでも9万くらんだね。あー、これは使わないと。イクイップアイテム B だね。ハイレッドポーション57万。笑いが止まんないわもう。はい、スペクタクルスにしておきましょうね。もう彼出てくるの、まだこれが最後かな。同じパターンだね。よし、ここで待ち伏せだ。よし、よいしょ。うわ、まだ、え、あ、ここ足りんのか。あんな恐ろしいのとまだ戦わないといけないのか。あ、お、おーおーおお、怖え。いや今一瞬ね、一匹目がめちゃくちゃ強いっていうのと混同しちゃったね、別の敵と。うわー、うわ、お、またか、また一匹か。いやもうエクスペリエンスも60万超えちゃったんだけど、あと魔法であげない、あげたいんだけど。もう大丈夫かい。じゃあここの彼もやっつけていかないとね。スパインドデビルね。おお、いた。あ、痛くなかった。痛いと思ったんだけど痛くなかったね。2000ぐらい食らっただけだったね。そうだ、1匹目の魔法が強いんだっけ彼。まあでも残りは魔法でやっつけていきましょう。あー、リスポーンしないか。ここではリスポーンしなかったね。あー、してた。まず上に逃げる。あ、あ、魔法ってくらいんだ。うわ、ちょっと待って、効かなかった。魔法効かなかったね。へえ、魔法のレベルが上がらない。魔法のレベルが上がらないんですけど。危な、どれか ポイズンポーションあるような気がするんですけどね。お金少ないな。12万か。あ、まだ来たね。これ3回目で逃げる上に打って逃げる。あ、今度聞いた。で外れて、あ、ちょっとね、遠く行って、よしよしよし。これ完全に私に向かってきてるね。あーと思ったらもう19分もやってます。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。88ザナと終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。